はい、タブローです。2021年3月1日、三重県では渓流が解禁になりました。イワナヤマメを狙っていこうと思います。去年は確か、10日ぐらいかかりましたね。1年最初の目を釣るのに渓流釣り、今回は3月1日初日に釣れるんでしょうか。今回は、平日です。3月1日平日に釣りするときは、大体カバンにいろんなものを入れて、カバンだけで移動できるような、セットを組みましてですね、長歩するんですけれど、今回はその釣りのアイテムの中に、大手釣り具メーカーセニエス、100円ショップですけどね、100円ショップで買ったランディングネットというか、お魚ネットっていうのを使って、お魚ネットがですね、なかなか、80センチぐらいまで伸びますので、結構使えると思います。さあ、お待ちください。今年は初日で釣れるんでしょうか。緊張が大丈夫かな、映ってる感じだね。はい、2021年第1投、釣れるでしょうか。釣れませんでした。釣りそうな気配があるね。いいとこ入った。いいとこ入っても来ないですか。ボーグかな、初日は。よかった、よしよしよし、よし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 、はい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 、あ、まあでもリリースサイズだから、このままランディングしないで逃がします。はいはい、きれい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 、これだけ。神当たんね。桜橋でもいたのかな。今年一発目ので神当たるね。
うん、多分サクラマスかなんかに噛まれてるね。はい、ありがとう。よし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 、逃げる逃げる、よしよしよし、さあ初物出ました。はい、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。釣り動画は毎週木曜日更新予定です。あくまでも更新予定です。